それぞれの地域にはそれぞれの誇る文化や伝統があります。函館市長力で生まれたこと、誇りを持ちながら地域の文化、そして伝統を見せる機会の自分なりに勉強しながら、でもっとその町を良くしようと思って頑張ってもらいたい。そして企業として諦めないで、それぞれの未来を切り裂いてください。